いやいや、でもすごい、なんかもう2人、いやいや、今回もそうやけど、全部 100% 的中するわけじゃないから、あれやけど、結果僕ら旗から見てても、その言うてる展開も、まあ、若干のズレはあったけど、いや、もうズレズレです。ほんで、その運命ちゃう、運勢の人が、その2着にまた来たとかね。来ました。一番いいの。これ、惜しかったね。なんか、コンビ、そう、もうちょっと時間ください。あ、いや、うん、それはもうもうちょっとちゃんとゼフィンさんと、もうちょっとそのもうちょっと深いとこ僕からも聞きたかったやと思うんですよ。合宿するとかどう？いや、もういや、もうこの行けるから来たら十分ですよね。そうそう、ちゃんと分析する時間があるよね。で、次の収録の時にその日のメインのレースを2人でやって、で、2人だけ決めて、それをほんまに勝負できますわ。一応取ったは取ったんですよ、はいはい、レース取ったけど、これ安い、じゃあ、まあ、強い言ったぐらい本命が来たわ。本命が来たってるから、外してたから、本命をわざと外してないってことは、でもここに3番から出てくれて、で、次2番か9番か、2番でしょ、ね、ほら来たね、この3と2がちゃんと絡んでるんですよ、来てるね、これね、3と2が。で、ジャンスさんが言うたのは3がズバ抜けてる。ズバ抜けてる。で、うん、で、次はもう気になるのはもう1番と2番入れといたらいいかな。うん、何もぐらいですか？2600円。いや、大きいんじゃん。20倍ぐらい。26倍ですね。これではダメですね。これがだから5番がおらへんかって、3番、2番とかやったら、もう180倍とかのやつを僕ら持ってたんです。ね、なるほどなるほど、楽しいね、競輪って。いや、でも、いや、ハマるんちゃいます、ね、今日初めてね、自転車買うもん、自転車買う、自分がでも、ほんま面白かったでしょ。面白い、いや、分かる。もう今のね、レースはほんまに、あの3番がね、あの5番にあの位置を明け渡した時点、あと1番がもう何も動かんと、あの前を抑えへんかった時点でもう終わってるんですよ、要はあの全員が全員この5番車を一番後ろに置かなあかへんかったのに、意外と九州男児、一番車があっさりしてた、ね、九州男児やのにあっさりしてた、こってりやつじゃなかった、もうちょっとこってりしてほしかったなと、もうちょっとやんちゃなんですけど普段は。あ、これ振り返りあるでしょ、これね、もう8が今日はもう絶対逃げるって言うたでしょ、このピンクが、ピンク色がね、もうピンクが絶対今日逃げなあかんのですよ、ここね、で、あと2周になったところで、もうこれ全開で踏み上げるんです、なんかこれも後ろに置かれたないから、もう当然前に踏みますわね、当然前に踏んでくる、ここで3番ついていった、この後ろに1番ついていかなあかんねん、ここにでも、ね、この時点でもうなんかあかんとか言うたもんね、もうこのここを取られた時点でもう僕は終わってるんですわ、はい、もうこれがここにおらんとあかんですね、ちょっとの差でこうなるんやね、変わるんです、これはこの子の気合ですよ、ほんでこの子言った通り、今日で9連勝したんで、次走から上のクラス、賞金もアップできる、賞金も何倍も上のクラスで走れるっていうことが決まります。でも頑張ったでしょ、この若い子も一生懸命、もうこんなここまで頑張ってる、そう、引っ張ったんですよ、ちゃんと、面白いでしょ、面白いね、先輩のために、ほんでこの子の気持ちも受けて、この先輩も頑張ったっていうところですよ。いや、でもまあ確かにその2着3着のね、そう、もしまあ占い、あのおみくじで言うたら中吉ぐらいの感じの感じはまたね、先があるよという雰囲気でね、あ、全然なかったっていうあれじゃないでしょ、そうそう、ああじゃないからね、欲しいやつだから、よかったよかった、いや、なんかこういうのあの組み合わせやないけど、もちろん一人で解説やってるけど、いろんな人とさ、プロレスのマッチメイクがやってみたいですね、そういう人とか、あの、ま、街であのいい加減なこと言うてるおっさんの女性とタグ組むとか、いろんなバージョンやっていったら面白いかもしれない、いろんなこう角度から言うからね、いや、全く気にしないわけでしょ、全く知らない、だから、ほんまに全く知らへんから、その展開とか流れとかシチュエーションは何の説明もしてへんから、あ、まあ、シチュエーションはちょっとしました、決勝戦っていうのの意味はちゃんと話しました、せやけどそこ以外は何もなしやけど、そこはだからデータだけね、もうデータだけ、だからデータだけのジャスミンさんと展開の僕の意見をがどこ
ここまで追って、うん、それで2人で検討した結果これ買おうっていうのを次はもうバンって出しましょうよ、うん、なんかやりましょう